災禍をもたらしたのは私じゃない。そなたたちだ。そなたたちの分を心より祈っているよ。感情など無意味なものだと思わないか？血のように美しい月だね。そうだ、私と少し遊ばないか？知っての通り、私は嘘をつかない。勝利こそ食物のうまみを引き出す最高の調味料だ。遊びは勝つからこそ面白い。そう思わないか？さあおいで。私は人を食べに来た。赤い月が祭りの終わりを告げている。どうやら今回も私の勝ちのようだ。人間の腹の先、本当に面白いね。